YouTube イエース令和の坂本龍馬こと鬼まむし沢茂です。今日はこの情報をシェアさせてください。私は気づいたんです。自分だけが勝っていてももったいない。私の周りの方々と一緒に勝っていかなければいけない。私はチャンスがあればあげるじゃなくて、チャンスを作ってでもみんなにあげる、その方に幸せになってもらう、自分の人生を自分で生きるように、それを勝ち取れる知識や考え方、自分の在り方っていうものを身につけ、そういう仲間たちと一緒にやっていきたいっていうふうに思ったんです。だから私に近しい人たちにこの情報をシェアしなければいけないって思って今日はこの動画を撮ることにいたしました。これはですね、あるセミナーをぜひ受けてください。私はこのセミナーを、そうですね、この動画を撮っている約1年くらい前にこれを受けました。そこからです。そこから私の人生は劇的に変わりました。良くなりました。何が良くなったのかっていうと、今まで名刺を交換しても、ああ、こういうメリットがあるんですね。あなたはこういう人ですね。ああ、分かりました。また考えます。2回目がないんです。2回目が。でも、このセミナーを受けてから、なるほど、あなたともう1回会いたい。もう1回会わせてください。2回目ができる。3回目ができる。つまり、人間的魅力が上がった上で、ありのままの自分で生きられるようになったんです。このセミナーはすごいです。私は今までいろんなセミナーを受けてきました。まあ、300万円くらい払ったようなセミナーとか、まあ、1回50万円のセミナーとか、2日で40万円とか、いろいろ受けました。いろいろ受けてなかっていった中で、まあ、数千万円くらいこのセミナー学びに投資した結果、最もコストバイパフォーマンスがいいセミナー、これに出会って、それがそんな学び知ってるよ、もう知ってるよっていうような内容だったんですけれども、聞けば聞くほどより深く、学べば学ぶほど、体験すればするほどそれが深く深い学びとなって、ありえない成果を作り出し続ける自分になっていったんです。だから私は今すごいことになっています。この情報をシェアしないと、私の近しい人たちにシェアしないといけないっていうふうに本気で思って今日はこの動画を撮りました。これはですね、この動画、まあ、ほぼもう私いっぱいセミナー受けてますから、ほぼ同じ内容のやつがあって、それで私が受けたところでは昔40万円でした。これは別の団体のところでしたけれども、この内容が約10万円、これセミナーやってる方だったら分かりますけども、3日間のセミナーで10万円、これありえない、もうただみたいなもんです。儲けはほぼないと思います。でもそのセミナーをやり続けている方々がいるんですね。それは日本の一人でも多い人たちがこの学びを得て、より本当の自分、より相手に影響力を与えられる自分、そういうので活動していったらこの日本が絶対良くなる、そういった信念を持っている方々がやっているセミナー、これをぜひ受けてください。ほぼこれ金土日の3日間です。だから金曜日が仕事っていう方もぜひ休んで絶対に行ってください。なぜならばここのたった3日間で人生が劇的に変わるからです。これは働いてる方も社長やってる方も自分の在り方、自分の生き方が変わっていきます。それによってものすごい生きやすくなって、成果が出て、2回会った人と2回目沢さんと会いたいです、次の話をしましょう、こういうふうにつながっていくんです。名刺を交換して終わりじゃないんです。これによってものすごい時間が節約されます。時間にレバレッジが効くんです。どういったところにいるのかで、その環境、そのセミナーを受けるのかで人生が決まっていく、変わっていってしまうんです。テレビの前にいたらその CM を見て CM のものが欲しくなる、コカ・コーラが飲みたくなる、ビールが飲みたくなる、テレビの前にいたらそうなるんです。このセミナーの前にいたら、このセミナーで一緒に体験、情報を共有したら、そういう考え方が身について、そういう価値観、またそういう価値観を持った人たちと一緒にいて、自分のレベルが上がっていく。自分の価値観、深層意識、潜在意識がアップデートされていく。これをたった10万円で受けられる。まあ、正確な値段は10万円よりもちょっと低いんですけれども、それ、これをシェアしないでどうするんだ、これをぜひシェアしたい、私の近しい人にシェアしたい、そう思ってこの動画を撮りました。ということでですね、このセミナー私は当然受けました。本当にコストバイパフォーマンスが高くて、いろんなセミナーを受けてる中でもさらに一歩先二歩先の学びがあって、それを実践することによって本当に成果がついてきたんです。だからこの情報をぜひシェアさせてください。それでこれはですね、そんな広く
一般的に出すものではないので、私につながって私に連絡ください。そしたらその内容についてシェアさせていただきます。これはですね、どんだけその文章を読んでも、内容を事前に調べても、その価値は分かりません。なぜならば、体験しなければ分からないものだからです。人間は体験を根幹にしなければ、結局本当のところの深い意味は分からないんです。だから、あなたもぜひこの学びを手に入れて、一緒に体験して、その成果を手に入れてください。その成長を手に入れてください。そしたらその学びの深い人たちと共通の言語が身につくんです。そしてこのセミナーは他のセミナーと比べて経営者の方の確率が高いんです。だからすごい経営者が隣にいたりします。そういう方々とつながって、セミナーが終わった後のつながりもまた深いです。そして人との関わり方の根幹について学ぶことができるので、本当に生きやすくなりました。劇的に自分の生き方が改善しました。だから成果が出るんです。そして成果にコミットする考え方とか、それをどう自分で生きていくのかっていうことを学ぶことができます。そして成果をつかみ続けることができる自分になれるんです。そして私はこれからもどんどん成長していきます。また自分がこれを受けた後に本当に価値があると絶対思いますので、自分の従業員の方とかそういうスキルアップしていきたい方々にそれをまた教えて受けてもらうことによって、まあ、社長と従業員とかですね、関係が良くなったり、同じ言葉で話したり、同じ本質的概念を共有することができるので、爆上がりです。そのコミュニケーションが。そして、最良、最短、最安値でこのトレーニングを受けることができます。絶対いいです。これは私が絶対いいと今思って信じて、それで今この情報をシェアさせていただいております。それでは今日もどうも。お話を最後まで聞いていただいてありがとうございました。ぜひこのメッセージを聞いていただいた方は、私に感想やそういうものを聞かせてください。私は本当に良かったと思ってます。それではありがとうございました。イエース!